はいどうも、ハロークレイジーです。今回なんですけれども、こちらのコンプリートセレクションモディフィケーションロストドライバーバージョン 1.5 で遊んでいきたいと思います。まず箱がエモすぎる。ジョーカーとスカル。そして裏側は、エーターナルということでね。めちゃくちゃかっこいいです、本当に。そして天面はこんな感じで、それぞれメモリのイニシャルが書いてあります。早速開けていきましょう。ついにロストドライバーもバージョン 1.5 になったということでね。バックル部分が両側から外せるっていうのが一番ね、欲しかった機能というか、その劇中を再現するにはやっぱりね、バックルを取り出す仕草がね、印象的ですからね。はい、ということで、早速見ていきましょう。バックル。はい。もうすでに外れた状態で入っておりますね。わ、かっけえな。やっぱ相変わらずシンプルでかっこいい。ペリペリ剥がしましょう。まあ、バージョン1との違いは、ざっくり言うと、両側ベルトが外れるのと、あとまあ、ここの塗装と、あと墨入れ加工とかが省かれているって感じですかね。よりスタイリッシュな見た目になっておりますね。かっけえ。で、一応バージョン1の持ってきましたが、はい。ちょっと伝わりづらいかもしれませんが、赤の濃さとかもちょっと違ったりとか、この部分が黒じゃないんですよね。墨入れ加工されてるんで若干黒く見えるんですけど、影とかでね、実際は黒くないです、こっち。はい。で、もちろんのこと、片方外れるんですけど、バージョン1はこっち側が外れない。でもね、バージョン1の好きなところはね、こう裏側がね、本革で作られているんで、そこら辺の高級感とかね、結構好きでしたね。ダブルドライバーの時もそうでしたけど、このやっぱりベルト帯が両方外れるっていうところが、めちゃくちゃ感動ですよね。そして今回ね、メモリもね、パワーアップめちゃくちゃしてるみたいなんで、ジョーカーとスカル。はい、今回ジョーカーね、セットに含まれてます。そしてなんとエターナルメモリが2つね。これエラー品じゃないですからね。当時の。そう、当時はね、確かファングメモリと一緒に買うと、ジョーカーメモリが付属みたいな感じだったんで。それと、あとベルト帯、ベルト止め、マキシマムスロット。で、マキシマムスロットもね、当時、ダブルっていうね、刻印がされたやつが最初パッケージされてたんですけれども、最初からちゃんとね、無地の状態で来ております。それでは早速組み立てで音声確認していきましょう。はい、ということで組み立てることができましたので、早速音声を確認していきましょう。まず T2 のエターナルメモリー。じゃあ一応ね、バージョン1との比較なんですけれども、まずシールも違うし、ボタンの塗装もね、しっかりと塗られてますし、で、この端子の部分もね、ちゃんと塗装の濃さが違いますね。で、裏側、この基板の色がちゃんと目立たないようになってるんですよね。で、音声はというと、エターナル、エターナル、はい、エターナル、エターナル、もう全然音質も変わりました。めちゃめちゃいい。聞く感じ、格段に音質は上がっております。今回のメモリはね、2モードずつあるんですけど、この T2 エターナルメモリは、劇中待機音モードとデラックス待機音モードの2種類あるみたいです。それではまず劇中待機音。エターナル。うお、全然違うじゃん。これすごっ。え？あ、はい、ちゃんとね、もう流れでやってしまいましたけど、変身解除音もなります。すげえ。ちょ、全然違うのよ。次、デラックス版。エターナル。今みたいに長押しで変更できます。エターナル。一応バージョン1も鳴らしてみますか。エターナル。うん、音質も違うから、なんか同じ待機音とかでも全然違う感じますね。でもめちゃくちゃいいじゃん。もう一回ちょっと劇中音聞いてみましょう。エターナル。このまま必殺技の音声も確認していきたいと思います。いきましょう。まず何もボタンを押さずにマキシマムスロットに入れると、エターナルレクイエム、エターナルマキシマムドライブ、
一回押すとネバーエンディングヘル。エターナルマキシマムドライブ。ちなみに二回押すと。必殺技状態が解除されてエターナルの音声。続いてエターナルメモリー試作品。こちらのモードはブルーフレアモード、レッドフレアモードの2種類。まずはブルーフレアモード。エターナル。はい、ブルーフレアに変化した時の変身音が鳴りましたね。続いて必殺技は1種類で、キック必殺技。エターナルマキシマムドライブ。めちゃめちゃ再現度高っ。変身解除。続いてレッドフレアモード。変身後に20秒放置するとエターナルメモリー不調音が鳴ります。はい、ということでね、めちゃめちゃ遊びの幅広がるじゃんこれ。で、この状態だともう変身が解除されているので、もう一度変身していきます。エターナル。必殺技。エターナルマキシマムドライブ。変身解除。続いてスカルメモリー。はい、こちらもバージョン1との比較です。はい、ボタンの塗装とシール部分の違いと、あとね、基板もしっかりとクリアケースの色に寄せてありますね。スカル。はい、音質も格段に上がりました。モードは通常モードと特殊モードで、特殊モードはクリスタルスカルからスカルに変化した際の変身音が鳴るということで、両方試してみましょう。スカル。変身音もちゃんと変わりましたね。バージョン1。スカル。はい、すごいなんか切れ味のいい変身音だったんですけれども、ちゃんと余韻が。スカル。必殺技が4種類あるので、そちらも試してみましょう。まず、キック必殺音。スカルマグナム単射必殺。スカルマキシマムドライブ。スカルマグナム連射必殺。スカルマキシマムドライブ。スカルマグナム変形音のみ。変身解除。
特殊モードいきます。スタル、スタル、はい、ちゃんと変換音が加わってましたね。そして最後はジョーカーメモリ T2。はい、こちらもバージョン1との比較なんですけれども、ボタンの色も塗られてて、端子の色も修正されてて、シールも修正、そして基板の色もね修正されております。これね CSM なんですけれど、ここにね印字がされちゃってますね、当時のやつは。で、音声はというと、ジョーカー、ジョーカー言わずもがなですね。バージョン 1.5 の方は2モードあって、通常モードと特殊モード。特殊モードの方はバージョン1みたいに26種類音声が鳴る、プラスなんとゾーンの時にネバーエンディングヘルメモリ装填音が鳴るみたいなので、しっかりとパワーアップしております。それではまずは通常モード、ジョーカー、ジョーカー、お、すげえ、なんか全然違う感覚とかも。やっぱ全然違うね、音声のタイミングとか、あと音が増えてたりね、全然違いましたね。ジョーカー、ジョーカー。そして何より音質めちゃめちゃいいな。それでは必殺技もやっていきましょう。まずはライダーキック、ジョーカー、マキシマムドライブ。ライダーパンチ、ジョーカー、マキシマムドライブ。変身解除、一応バージョン 1.5 フート探偵エディションのジョーカー。ジョーカー、ジョーカー。はい、ちゃんと音声違いますね。特殊モードにしていきます。アクセル、バート、サイクロン、ダミー、エターナル、ファングー、ジーン、ヒート、アイスエイジ、ジョーカー、キー、ルナ、メタル、ナスカ、オーシャン、パペティア、クイーン、ロケット、スカル、トリガー、ユニコーン、バイオレンス、ウェザー、エクストリーム、イエスタデイ、ゾーン。はい、今ゾーンが鳴ったので、ネバーエンディングヘルメモリ想定音も鳴らしてみましょう。いや、これ再現はエグいな。これでさらにね、エターナルエッジもあるんですけど、それと組み合わせて遊ぶことによって、より劇中再現を楽しめますね。ちなみに特殊モードに変身すると、ジョーカー。はい、T1 の時と同じ音声になりますね。はい、ということで一通り確認していきました。めちゃめちゃギミック増えてて興奮しますね、これ。CSM エターナルエッジも届いてるので、連動遊びも楽しみですね。また動画出したいと思います。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。ハロークレイジーでした。バイバイ。